今日はですね、冒頭いくつかあります。来年、今年のですね、5月18日から21日まで3回目の、C40 大都市が集まったですね、異常気候問題についてのサミットがありますが、これに出席しますけれども、昨年ですね、10月に私から提唱して、抽象論言ってもしょうがないんでね、とにかく具体的にいくつかですね、共通の、あるいはまあ地政学的に条件の違うところもありますけれども、問題をですね、具体的に絞り合ってやろうということで、ご存知でしょうけど、去年10月やりましたね。大変だ大変だったらみんな誰でもいいのし簡単なんだけど、ね、やっぱり去年各都市代表する専門家が集まって、非常にみんなの認識が悲観的でね、厳しいということを確認されたんで、それでも良かったと思いますが、繰り返しませんが13項目のですね、共同行動をまとめました。で、その結果を報告しようということですけども、あれからわずかしか時間経ってませんし、ね、その間にですね、努力の端緒はついたかもしれんけども、目に見えるような大きな成果はなかなか上がりにくいと思いますが、中にはね、その東京都みたいに条例を決めるとか、規制を発表するとかですね、保全のために努力するものにはですね、インセンティブつけるとか、いろんな方法があると思いますが、いずれにしろその何かですね、具体的にね、細かいことでもやっていかなかったらどうにもならんぞということで、専門家の方がですね、積極的に合意してくれて、そういう滑り出しをしたんですけども、果たしてどこまであれですな、効果があるか、これはまたよりやってみないと分かりませんけども、ソウルの大会でもね、東京はそれなりにかなり進んだことをやってるつもりですから、その実績をですね、改めて履歴して、同じですね、目的を持った都市をできるだけ仲間として作っていきたいなと思ってます。今回の訪問に際しては羽田空港と金浦空港を結ぶ国際チャーター便を利用する。そうだ、こんなこと言わなかったらいいな、実質な。詳細についてはですね、あと報道官から説明をいたします。それからもう一つ、どこにあるのかな、全国のバス停にですね、オリンピック招致の PR ポスターの掲示をしますけども、都内のバス停ではすでにご覧いただいていると思いますが、オリンピック招致の PR ポスターはゴールデンウィークを含む4月27日から5月10日まで全国主要都市のバス停にも掲示いたします。これはフランスの屋外広告会社 IC ドコー社のですね、協力によりまして、全国34都市のバス停にですね、約600面、掲示します。かなり大きなですね、都心内のポスターですから、夜にはライトアップされてね、バスの利用者や歩行者に、インパクトを与えると思いますので、これまた一つきっかけにオリンピック招致の気分がですね、IC じゃない、フランスの屋外航空会社 JC ドコということであります。3つ目はその耐震化総合相談窓口の開設についてですけどもね、建物の耐震化についてはその都の重要政策の一つとして取り組んでおりますけども、民間のビルやですね、個人の住宅に関わる耐震化への取り組みをさらに促進するために、5月11日専門のですね、相談窓口を開設します。みんな地震来たら厄介だなと思っているけど、多分ここには来ないだろうと、うちは大丈夫だろうと、根拠のないね、みんな確信を持っているけどね、そうじゃなくてね、やっぱり専門家に見てもらってね、少なくともお宅はかなりこれやばいですよと、危険ですよ、簡単に倒れますよっていうね、警告を受ければ、
本気になるでしょうしね、私の子供の一人なんかもかなり古い木造家屋に住んでますけども、親子3人で出ると寝室は2階がないから大丈夫なんてわけのわかんないこと言ってるけどね、これやっぱりねそんな簡単なもんじゃないと思うし、あのやっぱり結局自分の命ですからね、自分の配慮でですねやっぱりそれを守るということも大事だと思います。あの窓口は常設としまして、一級建築士など専門家がですね無料で技術相談に応じまして、耐震改修計画の作成支援やですね安価で信頼できる広報の紹介などを行います。とはあの、今年度から緊急輸送道路沿いの建物に関わる耐震診断費用の補充をですね、補助を拡充しまして、低利の融資制度を創設するなど、支援メニューをですね、揃えて普及に力を入れてまいります。一人でも多くの方に相談口を活用してもらいたいと思いますし、それによってですね、安心安全の街づくりを都民の方々と一緒に推進していきたいと思っております。それから次いで、その周産期医療整備のですね、体制づくりでありますけど、これあの猪瀬副知事が頑張ってくれましてね、あのプロジェクトチームを作りまして今度報告書が出ました。昨年都内で発生した妊婦さんのですね搬送困難事案の発生を契機に、都では、猪瀬さんを座長とする町内横断的なですねプロジェクトチームを設置しまして、都民利用者の視点から検討を行ってきましたが、本日報告書がまとまりました。あの東京の医師会長さんも再選されましてね、鈴木先生と一緒に今でやってきましたが、これに拍車かけてですね、とにかく、こういうその体制づくりが効果を上げてね、被害者を出さないようにまあこれからも邁進するつもりですけども、プロジェクトチームではすでにその周産期医療協議会や松井厚生労働大臣に対してですね提言を行ってきましたが、今回の報告書ではさらにですね、都や国医師会など周産期医療の関係者に対し、都民が安心して出産できる周産期医療体制をですね構築できるようさまざまな提言を行っております。都としては国に対して要求すべき点は要求するとともに、関係者と一致協力しながら周産期医療の充実に向けて全力で取り組んでいきたいと思っております。なお昨日ですね、同じ問題がね八都県市の首長会議で、出ましてね、あれはあの埼玉県の上田知事でしたかな、とにかくその県境をまたいだですね、その周産期医療に限らずね、要するに救急医療体制というものをね、例えばその県境に近くてですね、東京に頼ればですね川一つ越えれば県境を越えればもう立派な病院がある、そういう病院がある、まあ、その県なら県の中心部には非常に遠いというような状況があちこちにあるわけですから、そういったものをね、まあその越えてですね、他県の人でも県境を越えたその救急搬送、あるいはですね、周産期医療の、まあ、一生これもやる救急対策でしょうけど、そういったものをね、スムースに行うコンソーシアムっていうんですか、共同体制っていうのを作っていこうということで、県をまたいだですね、プロジェクトチームを、東京の PT もでとてもいい結果を上げたと思いますから、その、首都圏に及ぶですね、そういう体制を作っていこうということで合意をしました。まあ、あの、ある県の知事によるとですね、東京などと比べてみて、要するに消防に電話をかけてですね、救急の搬送を頼む、そのシステムはですね、県によってちょっと違うんですね。でそういったね、まあ、違いというものを地ならしませんと、こともスムースにいきませんからね、どこをどういうふうに折り合って、まあ、平均値を得るかね、それが迅速な搬送につながればですね、あるいは迅速なその病院の発見につながればいいと思うんで、これはですね、まあ、この間の東京のね、ああいう悲劇を県をまたいで繰り重ね、防いでいくということで、大変いい、体制ができていくんじゃないか。たまたま
私9月11日ねワシントンにいまして、まあ、アメリカはねそれに足りずにもっと大きな組織作ったけど、フィーマですね、フェデラルイマージェンシーマネジメントエージェンシーです。あれはね非常に大きいのをしたんで感心してね、小泉首相に日本でも作ったらどうだと言ったら、まあ、なんかそんな必要ないとかとかあんまり政府動かなかったんで、じゃあ首都圏だけでやろうということでね、首都圏のフィーマ作りました。これはねこれも医療の搬送なんかもっと簡単でしてね、とにかくとにかく火事発生したのとこういう事故が起こったと、で、特殊の工場が爆発したとかね、事故を起こした時にね、そういう専門性を持っている県にですね依頼をする。だからそういう時の連絡先っていうものだけ分かっていればいいんで、まあ、係の部長なり局長は変わるかもしれませんけどね、電話番号だけ統一でいつも記録していこうということで、それは非常に機能していろんなことで動いておりますから、まあ、医療のですね搬送の場合にはねもうちょっとこう複雑で難しいことがあるかもしれんけども、やっぱり首都圏でね今まで一生広域行政やってきたんで、この問題についてもですねご理解しようということで始めます。私から申し上げることはそれぐらいでありますけども、質問があったらどうぞ。どうぞ。 NHK の藤井と申します。昨日で、知事に就任されて10年になるわけなんですけれども、この10年間の東京都政を振り返られて、石原知事がこう変えることができたなというふうに思っていらっしゃることというのはどのような点なのか。それはあなた方はやっぱり判断して評価してよね。私が言うと自慢話だと、成功したものあるし失敗したものありますな。まあ、銀行はね、まあね、こちらはやっぱり素人だからね、ついまあ、トヨタのある名声に憧れてあそこの重役さんを迎えたけども、ちょっと、まあ、金融には筋違いの人だったんでね、あんな結果になりましたが、幸い追試というのを認めていただいて、まあ、墜落せずにね、だいぶ業績上がってきました。思った以上に良くなって、ただね予算委員会かな本会議かな質問が出たけど、その銀行再建のためセカンドステージでね、東京のポテンシャルってね外国のファンドとかね金融機関の方がはるかに評価してくれてるんだよということで、ね、期待して提携しようと思ったら相手の銀行が潰れちゃった、サプライムローンで。これちょっとね個人にとって思いがけない痛手なんですがね、まあ、それはそれこれはとしてね、やっぱりちょっと申しましたけどね、さっき その医療の問題じゃありませんけどね、東京が首相して広域行政を受け付けやってきました。排気ガス規制もね、それは本当にね神奈川県、千葉県、ね、埼玉県が協力してよくやってくれたんで、本当によくなったと思いますよ。だけどそんなことをいちいち声高に言うこともないんだけどね、私が声高に言いたいのはね、首都圏で成功したことをなんで国が他でやらないんだ。大阪行ってごらんなさい、空気もっと悪いですから。その話をしたらね、上田知事がね、私は実はこの間のある選挙でね大阪の友人の応援に行ったらね、もう私と同じ経験だけど宣伝車の上で、ね、演説したら目が痛くて喉が痛くなったというかね、そういう現実の格差があるんだからね、なんで首都圏でやったら成功したこと、国民の健康に関わることだからね、やったらいいと思うんでね、まあ、いくつか皆さん案外その専門性があるかないか分からんからだけど、会計制度を変えたってのはとても大事だと思いますよ。で外部監査は徹底してやりましたからね、これと合わせるとね、きちっとしたね、要するに、財務省費が出てきますしね、うん、いかにどういうところでいい加減だったかってことよく分かってくるしね、あれは国もやっぱりさっさとやったらいいと思うんだけども、相変わらず、今度総務省がやると言っている複式簿記発生主義ってのは、ちょっと問題あるね、専門家に検討してもらっても。まあ、そんなこんなですがね、どういうのかな、僕は共産主義者じゃないけどね、毛沢東のね若い頃読んだね実践論矛盾特に矛盾論というね小さな冊子ですよ、一冊になってて、あれは非常にやっぱり物事を何か変えようという時のね参考になるということをね、特に東京のような行政を預かってみてね改めて感じましたね。つまりね、目の前にある厄介な困った問題というものを解決しようとするとお役人ってすぐその場でそれを手をつけるけど、そうじゃなくてね、そういったその厄介な問題がね発生して出てくるその主要矛盾ってのがあるんですよ。それを解決しないとね、本当にその問題の解決にならない。だからまあ
東京都の場合にはいろんな収入矛盾もあったけど、なんといったって財政でしょ。こんなに人が多くてですね、それからね、給料が高くてね、なんで政府はやらないんだろうね。国会議員の数も多いよ、議会の数も多いよ、大事な委員会のね、要するに審議がですね、テレビで中継される時代にね、そのチェックアンドバランスと称してね、参議院を置いておく意味ってのはあるのかね。国民はやっぱりこの問題についてやっぱり深い疑義を持っていると思いますよ。だ結局財政がですね、どんどん食い込んでくる。だからね、東京は人も減らしましたしね、歳費もカットした。これはもう財政再建の手に負わでしょ。財政が確保しない限り何もできるもんじゃないからね。今さら毛沢東先生の本を読めとは言わないけどね、ごく簡単な当たり前と書いてあるんでね、当たり前のことこそやりやすいようでやりにくいんだなと、そういうことを東京都に入ってみて痛感しましたな。東京から日本を変える、日本にメッセージを発信していくということを掲げていらっしゃったと思うんですけれども、それが10年間でご自身としてですね、できたかどうかというのはどのように。できつつあるものもありますね。それはね、それこそね、首都圏がやって成功したんだから、日本の主要部分は変わったわけだよ。大行政に関してはなんでやらないんだろう。それ国がやってくれたらあっという間に変わりますよ。小さな業者まではね、自分のためにね、自分の親族のために空気良くしようっていうのに協力してるようなんだからね、日本人とはやっぱり捨てたもんじゃないなと改めて思ったけども、なんでそういうことを国がやらないのかね。なんで人事院勧告なるものがいつもね、給料据え置きで、ね、やっとこの1、2年前かな、その歳費カット言い出したけども、それだって足りないと思うね。役人の数多すぎますよ。さあ地方事務所も含めてね。で例えばなんていうのかな、猪瀬さんもメンバーやってる地方文献委員会がね、余計な定数っていうのを減らそうと、で数値を入れると、3万5000にとにかく数値を入れるんだ、けしからんって削るわけでしょ。だ去年も昨日もね、八都県市のその首脳会議で言ったことは、地方文献の中にね、一つの補足でやっぱり数字をきちっと入れようということをね、要求しましたけどね。要求してもどこまで国が聞くか分からんけども。もう一点だけ、十分あんだねすいません、東京都の方で都政モニターという形で毎年調査をやってらっしゃると思うんですけども、で平成10年2年の時の都民の満足度が 74.6% あったんですが、去年の調査結果だとですね、42% まで下がってきていると。それはあなた方の、ね、責任とは言わないけどさ、ずいぶんやっぱりね、その銀行の声で叩かれたからね、やっぱりそれはイメージ良くないよね。これはしかしやっぱりね、責任がありますから必ず立て直しますね。その短調にもついてると思うし、ただやっぱり世界全体の金融事情を行ったんでね、セカンドステージがね、ちょっとは想定した相手がいなくなっちゃったんで、逆に向こうから東京とかお金出してくれんって言われてんだよ。ヨーロッパも相当あれで傷ついたみたいですな。これもね、私はこれから先そう長くはやってませんけども、銀行がですね、きちっと形がついたらですね、また辞めた後に評価してもらえると思いますしね。やっぱり失敗は失敗で認めてやりませんとということです。残り2年の任期の中で、ここに力を入れていくと、そういう都民のこう満足度の調査結果も踏まえてですね、市場の辺にこう力を入れていかれるというふうに考えていらっしゃいますか。いや、東京都だけの力でできるものできないものありますがね、ただやっぱりね、毎回同じこと言ってきたんだけども、外国人相手に言ってるわけだけど、あと5年持たないよ地球は。下手するとポイントオブノーリターンをね、この前と過ぎちゃうよ。過ぎた時は加速度的に物悪くなりますからね。あと5年経った時にだね、やっぱり石原相手と学者が言った通りになっちゃったってんじゃ間に合わないんでね、それ食い止めるために東京だけ一生懸命ね、ブレーキを踏むね、努力をねしていかなくちゃいけないし、一つのモデルビルディングでしょうかね、都市における行政の、それはね、果たしていきたいと思うし、やっぱり議会もね、非常に高い意識を持ってくれてるから、ある意味じゃ国会なんかずっと住んだ高い意識を持ってるから、あの条例だってですね、与党だけじゃないし野党も一部ですね、とにかく賛成してくれてね、ああいう条例作った。だから世界で東京大会唯一ですな、 ICAP に入ったわけですよ、都市としてね。そういったものもね、非常に専門性が高いから、どういうのかな、なかなかこの一般の都民市民に評価してもらいにくいけども、
ただやっぱり空気なら空気なんてのは分かりますから、富士山が見えるようになったとかね、神奈川沿いに住んでる人がね、洗濯物干しても汚れなかったとかね、個人タクシーの運転手さんがね、今まで1日おきに車洗ったけど週に1回で済むようになったとか、ね、そういう、まあ、分かりやすい、なんていうのかな、事例っていうものが行政の成果っていうのを証明してくれるんでね、まあ、それには時間もかかるでしょう。別にそのにわかな評価を当てにして行政やるつもりもないしね、あの後になって評価されればいいと思ってますよ。どうぞ。はい、東京新聞榎本です。あのパンダのことで伺いたいんですが、パンダのことで、パンダ、またパンダか、まあ、あの中国胡錦涛国家主席があの、まあ、当時の福田総理にですね、あの上野へ のペアの、対応を表明されて間もなく1年になるんですけれども、まあ、この間にですね、まあ、外務省等から何かあの連絡等はあったか、あのこの件についてあったかということと、あとその上野でですね、パンダをあの受け入れることについての知事の見解を改めてあの伺いたいと思います。言ったじゃないのこれだもん、同じことを。もっと工夫したいね、工夫。何億もかかるもんだね、借金してね、なんかそれももうちょっと知恵を尽くせばですね、動物は生きて動くんだからね、いろんな見せ物ができるわけですよ、うん、まあそれはやっぱりそのまさに道路つくと同じにコストアンドベネフィットの問題でね、そこら辺のところはやっぱりとにかく経営感覚で上野の動物園考えたらいいんでね、他の大都市の動物園とはもっと変わったことやっていろんなことやってるよ。もうこの間だけど、なかなか面白いことやってるなと思った、多摩川の動物園はチンパンジーかオランウータンね、動物園の外の森行ってケーブル伝って帰ってくる、なかなか僕途中で見て面白かったけど、なんか逃げるのを防ぐために感電装置があったらそれに触れて怒っちゃってさ、幼稚園じゃない、動物園の中じゃないし外怒っちゃったんだろ、まあ、あれも困るわな。オランウータンそう凶暴な動物じゃないからだけど、まあ、いろんな工夫したらいいと思うんですね。なんかね、ブランドにね、こびて、ブランドにね、当てにしてね、要するに、なんていうかな、経営を考えるっていうのは、脳がない話だと僕は思うよ。別にパンダがいい悪いって言ってんじゃないんですよ。ただし年間1億円のレンタル料がかかるというのは過去にそういう事例があったということで、今回上野についてはどういう条件で対応されるかというのはまだ中国側から何も話がない段階なんですけど、聞かなきゃ分かんないですか、ね、1000万だと借りたらいいよ、それはな、握ったらいいんだよ、もな、物買うとき握んなきゃダメだよ。どうぞ。産経の石本雄生です。お疲れ様です。先ほどですね、石原都政10年という話が出ましたが、知事、この10年の中で一つの懸案でありました外環自動車道の話なんですが、今月27日に、まあ、国土交通省が国会会議を開くということで、いよいよ整備会計画に格上げする見通しであるということになりました。そうなるといよいよもう着工も近しということになりましたが、40年ぶりに着工になるということに対してのその見解を一つお願いします。40年ぶりに、ね、このね、これだけ致命的な、ね、役割を負っている東京、首都東京の、ね、外観がね、そんな長い間凍結されて、やっと今頃なんていうか冷蔵庫から出てきて、ね、凍結解除して、ね、着工するっていうのも考えてもナンセンスな話なんじゃないの。これやっぱりね、まあ、当時の見延知事がわーわー言って、ね、ストップされたというけど、見延知事の責任だけじゃないよ。その後ね、首都なら首都ってものをね、こう文明工学というか都市工学ってそういうものから考えればね、外観なんてのはね、東京のためというよりもむしろね、東京経由して関西方面から東北行ったりする、そういうその物流のための非常に基幹道路ですからね、そんなものをね、ほったらかしして東京迷惑していた、それを使って関西からですね、東北行く、東北からですね、関西に向かって物を運ぶ連中も迷惑した、こういうそのなんていうのかな、国家の役員の怠慢ね。たまたま私もね、まあ、知事になったんでね、凍結ってこと初めて知ったんだけど、まあ、あれこの頃日本は女の人の方が強いからね、大井さんがたまたま国交大臣したんで二人で測ったね、やりましょうということで、ね、やったけども、あれ根本龍太郎っていうね、結構威勢のいいおじさんが建設大臣やってね、それでなんか知らんけど見延人気にビビってしまってね、バカだから凍結宣言した。それ未だに凍結解除しなかったね。まあこれはね、政治家っていうか政治家の、うん、隠れもくるくる変わるんでね、
やっぱりその専門性を持って任じている国交省なり運輸省の役人がだね、政治家に権限してでもね、これ変えなきゃダメですよ。だから彼らいつも待ってるんだな。だからね、ね、これやっぱり美濃部知事が反対してね、成田に行く新幹線中止したでしょ。路盤だけはできてんだよ。だから僕は行ってみてね、これ使ってね、在来線入れたらいいんじゃないかと。いや、我々金がね、そう思ってましたけど、大臣に言って結構すぐできるでしょ。羽田のね、今の4本目の滑走路だってね、まあ僕と亀がかなり乱暴に決めたんだけど、あれだって実は、国の役には分かってるから、逆にそのなんていうのかな、時の運輸大臣なりに権限して作りましょうって言いやいいんだけど言わないね。それでまあ私とか亀井静香ってあんまり静かでない政治家がだね、半分脅せばだな、苦笑いしながら実はそう思ってましたってことで、こういう政治のメカニズムってのはやっぱり本当に時間とね、お金を結局、浪費食いさせてね、好ましくないですね。まあそういうことですな。ありがとうございました。はい、どうぞ。女性。すいません、テレビ東京の長と申します。直轄事業負担金について改めて知事のお考えを伺いたいんですけれども、今日地方文献推進委員会の方で意見書をまとめるんですが、知事はこの国と地方の負担の割合についてどうあるべきだとお考えでしょうか。これはね、なかなか難しい問題でね、全部ですね、とにかくその国が決めてやれと、その地方のですね、負担部分ってもね、なしにしてね、国がやれてくると、これまたね、逆にね、族議員がばっこしてね、わけのわかんないですね、工事がですね、まかり取るってことになりかねない。必ずしもですね、そういうその社会資本が必要な地域から有力な政治家が出てるわけはないんでね。まあ、もっと極端な例言えばですね、大平正義さん、なかなか魅力のある政治家がいた、私の大学の先輩だけど、あの人は一つの信念があってね、自分はその絶対自分の選挙区に地域誘導しない、利益誘導しないということで、四国のね、あれだけの人には四国の道路ってのはものすごい遅れたんですよ。これはまあ一つのね、政治家としての美徳っていうかな、姿勢かもしれないけどね、これまたなんか皮肉な例でね、かと思うとね、今度、まあ、誰とは誰とは言わないけども、四国側にあり中国側に有力な政治家がいたってんで、あれでしょ、瀬戸内海バカな本仕掛けを3本もかける。僕はたまたま閣僚で言いましたが、福田内閣の時に環境を担当している人間がこれ私反対ですったら、福田さんに怒られて、ね、口封じられたよ。まあ、そんなことありますんでね。だからね、例えばね、こうやってちょっと寄ってみてびっくりしたんだけど、千葉県にね、千倉っていうね、立派な港が野島崎の先に、とこれ底引きのね、サバ漁がね、ダメになっちゃったんでね、もう船が減っちゃってね、三崎の港の2倍近くあるような立派な港けど、漁船なんか5、6隻しかいない。ああいったものをね、なんでね、例えばマリンレジャーとかそのもののために活用しないんだろう。とやっぱりそのこれはやっぱりその国が作って与えてくれたものの運営ってのはね、あとやっぱり県の責任なんですな。やっぱり千葉県にね、そういう発想力がなかったってことなんだろうけど、あれなんかもやっぱり国がせっかく作ってやったんでね、とにかくそのどうなってるか見たらもったいないじゃないかって、国は国の発想があると思うけど、もう少しみんな知恵出せばああいう港も生きてくると思うけど、実に気の毒無残な話ですよ。まあそんな事例があちこちありますな。かと思うとね、国に任せると、諫早の干拓みたい、ああいうバカなね、大事業やってね、結局、環境めちゃめちゃ、漁業めちゃめちゃ、今になって吠え面かいてあって間に合わないってことになる。だこれのとこはね、どういうふうな知恵の出し方か、どういうふうな合議っていうか、新しい体制作んなきゃ、そのね、地方分権になってんでね、地方の負担なしに国がやるのやられたら、これは国は国でまた暴走しかない。これと難しいですね、とっても。どうぞ。日本テレビの本橋と申します。政治家の世襲についてお尋ねしたいんですが、都議選衆議院選が近づく中 ですね、昨日までに民主党が、政治改革の一環として国会議員の子どもなどが同じ選挙区から連続して立候補することを禁止する方針を固めてですね、今後マニフェストに盛り込みたいと言ってるんですけど、
まあ、この政治家の世襲というのはですね、以前からもあの賛否いろいろな意見があると思うんですけど、知事の所見をお願いしたいんですが、まあ、政治家のステータスね、でもね、随分変わってきたんでね、世襲してまでね、とにかく政治家になろうっていう人材が今いるのか、あるいは世襲ぐらいしなかったらね、そうね、政治家になる人間がいなくなっちゃったんじゃないかっていう、まあ、そういう状況もありますがね、これはまあしかし私自身息子が二人ね、大議してますけども、親バカで言うわけじゃないけど、一人の方は全然違う選挙区で、これはまあ要するに出た、もう一人の方もですね、私が僕は辞めるけども君継ぐかったら、いや自分はその抗議にて、ね、スペシャリストになったけど抗議にそのまま潰れちゃったんでね、まあ、しばらくしてやっぱり政治家になるってね、まあ、そういうケースとね、まあいろんな世襲のケースもあるでしょう。まあこれはやっぱりどういうんでしょうな、まあ議会がですね、議会一人で決めるわけにもいかんだろうし、世論が世論だけで決める問題でもない。どう思うかと言われたら、ただただ私は非常に難しい問題ですが、異常ないね。政治家のやり方も違ってきたし、それが非常に間違った選挙区制度にしましたからね。僕は最後までね、要するに今の選挙区制度は反対してきた人間だし、政治家がちっちゃくなっちゃったしね。まあ、いろんな問題ありますね。それにしておいてください。この民主党のですね、昨日固めた方針というのがですね、まあ、国会議員の子どもなどが同じ選挙区から連続して立候補することを禁止したいということなんです、これは、まあ、知事の2人のですね、息子さんにはまあ当たらないかとは思われるんですけど、知事の2人の息子さんに関して知事は世襲と考えられますでしょうか、いかがでしょうか。僕考えてません。さあ特に長男の方はね、冗談じゃないって言いますね。もう一人の方もですね、間を空いてですね、まあ違う人に出られて今悪戦苦闘してるけども、いずれにしろね、今その問題は その程度にしておいてもらいたいけど、選挙制度はやっぱり変えなきゃダメだね。もうこれだけ政治家がちっちゃくなっちゃってね、地元に張り付いてね、まあ共に猛反対したね、野中と時一緒に飯食って酒飲んだりするんだけど、その僕が辞めちゃった後も野中がね、本会議覗いてみる石原さんって、そのね、大した議論がないときはね、採決までみんなね、地元へ帰っちゃってね、要するにもうガラガラだと、まあ、そういうのはやっぱりあまりいい傾向じゃありませんな。はい、どうぞ。フジテレビの丸山です。話ガラッと変わってしまうんですが、ガラッと変わってくれよ。昨日なんですが、人気アイドルグループのメンバーが、夜中にですね、公園で泥酔して全裸でいるところを警視庁に逮捕されたという話があるんですが、知事の感想をお願いします。感想って何で捕まったの、はい、何で捕まったの、どういう名目で泥酔して全裸でいたということで公然わいせつと。公然わいせつ、裸だったらわいせつなんですか。警察はそう判断したんだと思うんですが、僕ねそれ聞いてね、なるほどな、国によって違うなと思った。アメリカはね、ちょうど沖縄返還の時、私もね、竹下信夫さんと衆さんで一人くっついてたんだけどね、その時に非常に面白い判決出したんです、最高裁が。人間のね、肉体の一部がね、他の部分に比べて とりわけ醜いということはないという判決だ。で途端にね、というかなんだかな、もうセックスも写ってるね、全裸の写真っていうのがね、そのアメリカで解禁になったんですよ。その要するに性行為を映すんじゃないですよ。そのだからね、まあ、アメリカと日本と随分考えたら違うんだろうけどね、まあ随分夜遅かったの。深夜と聞いてます。で何で見つかったのそれ。騒いでいたので近所の人が。騒いでいたの、一人で騒いでたの。そのようです。なんかやっぱりいろいろフラストレーションがあったんだろうね。裸になりたい気持ち分からないでもないね。俺はまもなく保釈となると思われるんですが、何かあれ、まあ、ちょっと騒ぎすぎじゃないですか。騒ぎすぎではないですか。もっと他に大事なものなんての問題たくさんありますよ。ありがとうございます。どうぞ。新宿新聞木田です。オリンピックのことなんですけれども、
6月に、ローザンヌで、そのプレゼンテーションがあるようですけれども、それ、そのプレゼンテーションに向けてのですね、何か都知事の考えあればですね、聞かせていただきたいことと、別は何もあります。今までやってきたのは延長ですからね、もうなんていうのかな、履行ファイル出してあるし、多分ああいう分厚いものをね、100票その1票ずつ持ってる100人の選考委員がね、どれほど綿密に読んでくれるかというか、なんかここのことないんだけども、まあ、どの国も候補地もですね、かなり分厚いものを出してるみたいですがね、東京の出したものを綿密に読んでいただき、また他の市の出したですね、立候補ファイルというものを読み比べてもらえば、東京はですね、コンペに勝つ自信は十分ありますけど、なかなかそれはそれで済む問題ならしくて、いろんな情実もあるでしょう、今までのいきさつとかね、そこら辺とかやっぱりね、東京都はやっぱり専門外ですから、あとは JOC の職員頑張ってもらう必要ないですな。はい、それじゃあ10月に、まあ、投票があるわけですけれども、最終的にはその人間関係だとかいうことがよく言われてるんですが、そういう問題についてはどういうふうにお考えでしょうか。だから厄介だっつってんの、人間関係ってのはね、なんとか価値による人なんていうのかメジャースティックにならない、ね、だからね、まあしかしいっぺんにこう採決は決まらないっていう、そうですから大体、まあその後ですね、それを見越しての2回戦3回戦でのですね、勝負の想定っていうものをやっぱりする必要もあるんじゃないかと、まあこれのね、要するに外交の駆け引きというかな、あんまり日本人うまくないんだこういうことね、うん、まあ、しかし一生懸命、頑張りますし、 JOC にも頑張ってもらいますよ。都知事、あ、いいですか、もう一つだけです。この、まあ、仮定の話ですが、オリンピック、もし成功しなかった場合ですね、投票でですね、仮定の話はしょうがないでしょ、仮定の話ね、その一番くだらない質問なんだよ。君ら嬉しいかもしれない、ちょっと嬉しくない、こっちに見せ、こっちは勝つつもりで頑張ってるんだから、余計なこと言うな。